おはようございますなんかちょっと大丈夫かなって感じが大丈夫そうか、ね、おはようございますありがとうございます、えー、今日は7月じゃない <laughs> 7月って何11月10日です明日は1111ですね11月10日の水曜日ですおはようございます皆様いかがでしょうか なんか昨日すごい雨でしたね。そう。で今日はなんか晴れる予報。これからちょっとしばらく晴れそうですね。秋晴れって感じになりそうですね。さてどうしようかななんかえっ、ー、とですね今日はですね今日はまあ今日は京都って忙しいんですけどおはようございます。昨日はねちょっと一日その父の 父の用事っていうか、まああちこちあちこち出かけてたんですけど雨がねすごかったですねでもあのこのところやっぱり完全にあの普通に戻りましたねそういうコロナ的なあれがあの夜の街とかの感じがねすごい活気がこの,この2年ぐらいの中で一番活気があるって感じですねホテルとかもすごいなんか混んでる 混んできたなあって思ってますけどそんなところでございますちょっとまず即興やろうかななんか <laughs> そうですねなんかあるっちゃあるしないっちゃないって感じですけどねじゃあ先に行きたいと思います、まあ、えっ、ー、とえっ、ー、とそうだなーまあ今日は雨でもないので普通の日って感じですかねおはようございますでは行ってみたいと思いますありがとうございます 終わりましたなんかなんかあのなんか天気を昨日,昨日の即興とか一瞬あめっちゃくだらないけど雨降っててあのあ違う即興が雨降っててそれ途中からなんか明るいお天気雨になってその後なんか。 なんんかちょっっとウキウキキして多分終わったんですよそれでこれ聞きながらこれ天気予報だったらだんだん晴れてやむかなって言ったら昨日まあそんなの当たり前なんですけど雨はやむんですけどあの晴れてやんだんであ当たったとかって勝手になんか思ってたんですけどなんか今日はなんか晴れの予報って感じでしたねなんかねくだらないそんな雨と晴れしかないんですけどそういう風に今思いました聞きながら。 特にないんですけどっていうか,なんかご質問ありましたらっていうので特にない日は今思ってることになっちゃうんですけどなんかあの今朝も思ったんだけどなんか最近、まあ、年代的にこの,、ね、このぐらいの私たぐらいの年齢の人たちってあのみんな親が高齢化しててあのもう何人かじゃなくて。 あの本当にみんな追い込まれてるんですよ私のの周りのあ私も含めあのやっぱりねあのどんどんいろんなことがねあのそれぞれに何かの今まで元気,元気だった方がなんかあの病,気病気に急になるとか親がねとかいろ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 いいろいろ,いろ,いろあの多分そういう特にそういう時期なんだと思うんだけどなんか。 今朝もそういういお話がちょっとちらっとと目に入ったりしてなんかどう,うどうやって答えようかなってすごいすごい今朝思ってたんですよねなんて答えようかなってそれで私だったらどうするかなっていうか,っていうかもう私がもう常になんかギリギリ追い込まれてるんでじゃあ私だったらどうするっていうのかなとかいろいろ考えてたんですけどあのなんかなんていうのかな 優しい言葉はいくらでも言えるけどあのなんか結論はあのピンチはチャンスだと思,思いましたね私はね。っていうかそうやるのがそう捉えるのが一番同じ状況だったらあの一番なんか楽しく乗り切れるかなって 思いましたか、ね、っていうか私はそうやってるかなって思ったかな結論から言うとなんかあのー、なんていうのかな被害者になったらアウトだと思うんですよこういうこういうっていうかあのー、なん,なんていうのか多分分かんないけど人それぞれだと思うけどその一番ねその若い頃とか。 あの学生時代とかあの自分のことだけやってる子どもの時とか自分の、まあ、いつでも自分が中心なん自分が世界の真ん中なんだけどでもなんかあの自分のためにっていうか時間あの悩みがねもっとそうその自分のための時間がないっていう悩みってあんまりな子どもの頃ただまあ,あの ややりたいいこととをやる暇がないとか私とかだとピアノ練習しなきゃいけないからあのお,お友達と遊ば,遊ばないで帰るとかそういうなんかやりたいことができないっていうのはあったけどでもやっぱりなんかもうちょっとこう自分の時間があったとかこうよなんていうのかなまあでもねその頃はその頃でそで自分に権限がないからあのそういう不自由さはあるんですよね。 でだからまあその今はあのなんていうのかなっていうか頭の中はどう解釈とかどう捉えるかは完全に自由で例えばねだかっていうことを知そういうふうに知恵がついてくるっていうかいろんな人に教えてもらったりして出会ったりしていろんなことをあの知ってきたことで。あの 本当に救われてるなと思いますねなんかあのそういうの何にもこうそういうのってどういうのっていうと例えばその弓と禅にしろ例えばですよちっちゃい,あのいあのそ,それだけじゃなくていろんなそそのこの世の見方とか考え方とかを。 知らなかったらやっぱりそのいろんなことが起きてきたらのその状況に飲み込まれて被害者になって終わりますよね終わりっていうかあのす,すごいたいなんていうのかなあのよくないこととかアンラッキーとかそういうことで終わっちゃうけどあの私とかだとやっぱりあの,あのねだからえっ、ー、と。 こうちょっとずつそのなんか似たような話を言ってるかもしれないちょっとずつグラデーションあの、えー、と今までの既存の概念で常識であの世界を捉えてるとそのちょっとずつあのちょっとずつ上手になるとかちょそのこれをするのにこれだけかかるとか,、えー、となんか1日こ,これしかできないとか。 あのいろんなことにあの常識の無意識の中での,あの思い込みの中での制約とか限界とかがいろんなところにあってそれであのその、ね、あの今,今こういう話していうのはその私の周りで今追い込まれてる人が多いっていう話でその、まあね、両親が高齢化してきてとかそれで。 あの私もまさにそうだけどもうずっと追い込まれてますけどみたいな話ででそのそういう時にあの今朝もそういう質問の質問っていうかそういう話をちょっと見てどう答えるかなと思ったっていう話なんだけどやっぱりピンチはチャンスと捉えるのが一番いいんじゃないかなって私はってか私はいつもそう思ってて。 なんで,でかっていうとその上その今までの思い込みっていうかこれだけ時間がないとこれができないとかあのこういう条件が揃わないとあの無理だとかっていうのってをこう打破するっていうかあのそこの世界で、えー、と余裕があってこう余裕があってこうち,ょちょっとこう楽な感じだと。 その概念でで生きてかれるわけですよで。その常識の中でちょ頑張って努力したりしてそのちょっとずつ上手くなるとかあのなんかあのとか楽しいことをするでも何でもいいけどその中のその思い込みの世界の中でどううまく生きるかなとかなんかあのいいことあるかなとかそ,そういうのだけどそこじゃなくて。 そこと別の次元っていうか別の時空っていうかそこからこうそこを打破するっていうかそあのそ成長するとかそこを抜けるのはやっぱり追い込まれてた時の方が絶対抜け八方塞がりだと何て言うのかなやっぱりあの楽な時には出なかった案が出るんですよねやっぱり。 なのであのそのなんか、今朝追い込まれてますって言ってた人にやっぱりあの大変だけどなんか私だったらなんかあの慰めを言う人はいくらでもいると思うけどあのいやー、なんかそこはチャンスですよって言いたいって今朝ちょっと思ったんですよねなんか分かんないけど私だったらなんかそうやってきたっていうか。 あのいよいよピンチだっていう時がやっぱりあのなんかだから例えば八方塞がりで360度もいけないって言った時に初めてなんかあのあ上は上は開いてるみたいなあの上を初めて上を見上げてあ,あ,あそこになんかあ,のあったとかあのその平和だったら見えない。 突破口が見えるとかそういうこともあるような気がしてそれでそ,うそれが何かあの多分あの例えば私ももう常常に追い,追い込まれてそれがなんか運命なのか何か知らないまた私の趣味というかまあどっちかっていうとなんか、まあ、ちょっとエム気味っていうかその。 追いなんて言うんでしだ、ね、からた,たまによく怒られますけど空いてるとなんか入れちゃう入れちゃうから追い込まれるんだけどでもやっぱりそれはなんかあのー、もう前々からやり,やりたいことリストみたいののちょっと空いたらそのトップをこう入れてるだけだから、まあ、永遠に追い込まれることにはなるのかもしれないけどでもなんか何、あのー、て言うのかな。 あのそれがちょっとちょっと分かってきちゃったっていうかそれが何かハンディじゃなむしろそこで余裕を持った時にあのいやたまに余裕がある日に全然ダメなんですよねっていうことが結構あってでその余裕がある時にちゃんとやれる人もいるけど多分私は追い込まれないとやらない。 やれない人だからなんかその追い込まれる状況っていうのはありがたいんじゃないかとさえ思うようになってきたというかその自分で作って追い込むってなかなかできないあのねすごいこうあのすごいコーチがいてねそのオリンピック目指すとかでそれでも横でなんかストップウォッチとかいろいろ持ってて追い込んでくれ同意の上であの例えば私は。あの 金メダル欲しいって言ってて言コーチと同意の上で追い込んでもらうみたいなことをこうバッチリこう生活でやればやるようなことがそういう,そう,いうコーチを雇うみたいなことがあのそ,そのそういうかこう分かりやすいダイレクトなことではないけどなんかそう運命によってじゃないけどその出来事によってもし。 もういっぱいいっぱいだったらそれはなんか例えばだってコーチはお金払って雇うわけじゃないですけどただで追い込まれてるって思うみたいな感じで <laughs> あのむしろそこはなんかあの,なんていうのかなあのね試練だと思うと試練だけどなんかコーチを雇って鍛えてると思ったらなんか,なんかげんめっちゃなんか。 前向きなっていうか話になるというかじゃなきゃやってらんないっていうのもあるのかもしれないけどでもそれ結構切り札でいよいよやばいっていう時になんか例えば何でももうそれこそ本当に体調悪いとかとかなんかピアノのとこだと本当に何かどっか痛いとかじゃなくてもあのこれたまあ自分の話になると例えば。 ここでこれを練習しなきゃもう,もうアウトだっていう時になんか,はなんか父がなんとかとかあの親戚が何とかとかね、世の中高齢化だからいろんなことが起きてきてどう考えてもやっぱそっち優先だってなったりとかそういう時に切り札としていやこれはチャンスだってあの思う癖をつ,つけると。 なんか被害者にならないで済むっていうかそういうのあるなと思ってでそういう時になんか最近私がなんかちょっとちゃんと説明できてないんだけどなんかすごい気になっててつい言っちゃう話でそのあのな何かがなん,となんかする時にそのえーとなんだったっけその怒る 起こる前に全て、いやそれはまあいろんな弓と禅とかでも言っててその在り方がすべてであのなんか時空があの時空がっていうか何かやり始める前にもう決まっちゃってるっていう話もえみさんとかから何度もいろんな形で聞いてたんだけどやっぱりその追い,追い込まれた時に腑に落ちるんですよねちょっとちょっとだけ。 で本当に分かってるわけではないけどでなんか、あのー、この間もそのこの間って昨日言ったのかなあの一昨日ぐらいからそんな話を説明できないのになんか話し始めちゃってたらその友達がすごい捻挫をしてでそのその時にそういえばやっぱ追い込まれたんでしょうねその。でその捻挫なんかしてる場合じゃないっていう時になんか。 捻挫してその時にとっさにその彼女は自分であのもう治ったその治したりとかこれから治療するとかあの何日かかるとかそういうところにあの動き出す前にあの治ったっていう,もう結果にコミットしたっていうかなんかあの決めたっていうか <laughs> それでそのもうもう 疑いなくそこに行くのがまあいろんなテクニックとかそこが大変なんだけどで彼女はいろいろもうできた人なのでそれが実際の,あの現実としてそれが使えたんだと思うんだけどあのこうスコーンって治ったって思え,思えたんですよ思えたらそうで。 でもその一択でだって治るしかないからっていうこと一択でも治ったっていうことを信じ込むっていうかもう事実だっていうふうなところからさあどうしようって言ってでそこからできるだけのことをやったんだと思うんですけどそれそれが。 それ私の話を聞いて彼女がそういう経験をしてそれは多分同じことだったと思うって言ってくれそれでびっくりするほどあっという間に治ったんですよねそのひどい捻挫が。っていうのがなんかあの他にももちろんいろん,んなことが作用してて彼女にすごい力がある方なんですけどでもやっぱりそのえっ、ー、と。 なんかあのよくねなんかやる時にも「あいける!」とかあの「やる前に負ける気がしない」とか「あのあ,あもうできた!」とかあのやる前になんか解く前に「あできた!」とかって言ってからやるやつは、まあ、100%できるっていうのと同じであことからそういうやる前にまずはそのセッティングっていうかなんかグダグダしたまんまこう走り始めるとかどこ行くかよくわかんないけどとりあえずなんか。 あの足を踏み出してしまうとかそれからなんかあのその努力と根性をなんかめくらめっぽを始めてしまうとかの前にそのもうあの終わってる起こり終わってるそのもうゴールだからゴールからってやつですね。なんかそのゴールの,あのところに えーとい,けるいける気がするっていうかいけるっていうふうになってから進めっていう感じが、あのー、やっぱりなんか、うん、と追い込まれて追い込まれる経験をするとだんだんそのもう余裕何ていうかロスしてる余裕がないから一番効率がいい。 最短,最短距離っていうか一番効率がいい方,向方法で何とかあのしなきゃっていう時にあのそれそれそれっていうかその先に先にその先に納得っ,ってかやっぱだからゴールからっていうことですかねで先によしできたって言ってからなんかあのだからなんか方程式を解くみたいのも。 あでもなんかあの発明の人とか,なんか発明する人とかって先にパッて結果が見えちゃってよし解けたみたいになってあとその間の方程式みたいなのはこう逆算で作っていくとかっていうじゃないですかあ,のあとあの刑事とかが先にあのもう確信を持ってこれが結果だとかこれが犯人だとか。 見えちゃった後にその間を埋めるそのそそのし今度人を説得するのにあのあ見えちゃったあとかこれ勘でこうだったって言ってもあの裁判とか勝てないから人を説得するのに今度あの揺らぎのない理論とかを構築するけどそれは後の話であのって言いますよね本当,の本当のすごい人はとか と一緒であのだからこの世この世の軸は後付けのなんかなんて言うんだろう後付けの何のために必要なのかななんか後付けのこうストーリーですよね後付けでやっぱり本当にだからあの小説書くやつとかまあいろんな書き方があるし知らないですけどでも推理小説だったら絶対犯人決めてからあの。 結,結末を決めてから後の伏線はとか貼っていったりとかするんだろうけどだからなんかやっぱそれそうですかねなんか話がなんかあれですけどそのお悩みの話をよく聞くなって最近思う私もそうですけどっていう時にやっぱりあそうだだから私もそのじお時間がないっていうか。 常識的にはやらない方がいいんじゃないっていうことをばっかりこう突っ込んでいってんかやっぱり何て言うのかな、まあ、それはエゴかもしれないけどあのね利他だったら人に捧げるっていうかあの役に立つことだけをやってればいいんだと思うんだけどそこら辺も結構悩みますねそれだからその私を必要と、まあ、身近なところでだからそのね あのいろんな人のお世話とか,なんかちょっと今お世話ってうと感じが悪いけどその私が役に立つところを淡々と慌てずにあのやっていけばいいんだけどまあ何て言うのかないや私の人生として私がやりたいっていうことがあるとしたらもうやるならあの時間を使わないでやるしかないわけですよ。そそうするとなんかそこにそ そ,そこの話がめちゃくちゃ希望だったのでなんかそれ,それを実験しようと思ってるんですよね今ね。でもたそのなんか結構そのコメントなんかでもなんかあのやっぱりあのなんあの朝ねあこの間のコメントで朝よし元気だって思って動けばあの元気なところからなんか。 どうかな病気かなみたいな感じでちょっと調子悪いなっていうところからっていうふうに決めっていうかそこからえと病気を治そうとかするといつ永遠にそこの中でこうちょっと良くなった悪くなったみたいにとらわれちゃうっていうかなんだろうその飲み込まれちゃうっていうかそれがなんか時間の。 なんか、時間のじ、時間と空間のこうこう、ダラってなっちゃったなんかそういう罠みたいなところに落ちてしまったっていう言い方をするのかわかんないですけどじゃなくってあの例えば今体調悪くても治ったっていうところを見てっていうかそこから。 よしこれは治るなって言ってからってことかなあのもし治ったって一部で治せたら本当にそういう達人で奇跡ができる人だけどそうじゃな,くないけど時差はあるけどでも、えー、とあ治るなみたいななんか軽いあるじゃないですかあできるなとかあのそうで逆にそ,こそう思えないやつはちょっと思えるまであのそこを踏み出しても。 相当大変っていうか努力と根性と苦難の物語みたいなのが永遠に続いてしまう可能性が高いかなと思っててだからやっぱり確かにだから私もなんかや何かやるかどうかの、あのー、指針っていうかはあのー、現実的に本当に今それ,にそれをやれる余裕があるかどうかとかじゃなくそんなこと言ったら永遠にないからじゃなくて。 なんかいける気がするみたいなその軽い <laughs> なんかいける気がするっていう思いっていうか体感に慣れてるやつはもうやっちゃうみたいなそれからなるのを待つ待つっていうかなんかそんなそんなかなとかそれが合ってるか分かんないんですけどでだからじゃ追い込まれてる方には何て言ったらいいのかなっていうとっていうかだからやっぱりピンチはチャンスだと思って。 ででも本当にそうななんですよ、ね、なんか突き抜ける突き抜けるポイントではあるからあと後々あのおかげでなんか今ここにいるってなれればもうそれはなんかむしろ感謝の出来事になるじゃないですか。っていうしかまあ、言うはやすしだけどあとあの他人のことはやっぱり一歩離れて見,見れるから私はその例えば今朝とかもその追い込まれてますっていう方の。 あのあわかるって牛山さん言ってくださってありがとうございますあのあの追い込まれてる方をはたから友達だからまあ知ってるけど自分事じゃなく見た時に最初はいや私もそうだよなって思ったんですよねでも私じゃないからその方のこと見てたらどう言ってあげたいかなと思ったらいやそれはチャンスだよって本当に心から思ったんですよね。ということはあの帰り見てじゃあ私も。 じゃあこれチャンスじゃんって思うことができてっていう感じでなんかその方にも感謝ってななんて答えるか分かんないけどでもやっぱりなんかあのあ「分かる」って言ってあの慰めてなんかあのお互いに傷をなめ合うっていうのが一番やばいやつだと思うのであの、ね、そういうそういうのは友達じゃないってきっと思,う思いますね。 ななんんですけどねなんかだから考えよようですよねだからやっぱりここ,をこ,ここを天国にするか地獄にするかもこっち次第なのかなぁと思ったりしますねわかんないですけどそんなことを今朝は思いましたっていう日でした。なんかねやっぱりあの ななんていうのかな高,あの高齢化でみんな両親長生き長生きでそれって少子化ででねあの一 <laughs> 人とかにかかってくるしそしていろんなねことが起きますよねそれはもう多分全員だろうなと思うんですけどあのでもねやっぱりあのそのなんか最たるものがやっぱり。 あのあのうちの母の介護であ,のあれは恩恵でしかなかったって言い切れる今はっていうのがその時はそうは思わなかったですけどあのよくできてるなと思いますねだからまあねなんかと思うと、まあ、い,いろんなこともその時その時で。 対応していけば、なんかいつかは寝て最悪自分が死ぬだけですからね。なんか？っていう感じですかね。なんかいろんなねい。色ろいろんな時代になってきましたけどね。なんかね。まあなんか乗り切っていきましょう。っていう感じに別にあのうんなんかだからやっぱりあのあだからもう一個思うのはその。状況であだ。どうせダメだっていうのはない。なって って思いましたなんかあのー、この世のこの世のっていうか常識的な、あのー、計算で無理っていうのって全然全然それだけじゃない,ないからその例えば捻挫がありえなく早く治っちゃうこととかあるしそれ説明できないしとかなんか本当にねその時間だって合ってないようなものかもしれないし。 だからやっぱりあのそっちがそっちかなとか気持ちでやり,やりたいとかあのやりたいって浮かんじゃったってことはやっぱりあのなんかなんですよそ,のそっちの方が強いっていうかその現状で計算であの理屈でとか思考でこうでこうでこうっていうよりもポンって浮かんじゃったことの方がもう100倍強いと思うのでと私は思って。 なななんかかやっちゃうかなみたいな別に失敗しても、ね、あでもねなんかあの臨死の人が臨死かななんかのお話聞いた時にやっぱり死ぬ時に一番なんか後悔するのはやんなかったことだって言ってましたよねなんかめっちゃなんかいっぱいなんかあ,ありがとうコメント来ましたねだからやっぱ死ぬ時にあのチャレンジ チャレンジしようとしてしなかったことやらなかったチャレンジをひたすらかくやむって聞いたのでまあや,やってダメな方がいいですねだからやらないであのあやればよかったっていうのよりやってダメな方が100倍いいですよねえー、ありがとうございますクロス様えー、っと「量子現象の不思議な」 観察でもつれた量子の一方の方を人間が観察した瞬間に他方の量子の性質が決定される量子もつれの奇妙な現象があり不可解です人間の心と物質がつながっていてしかも永遠に遠い宇宙の果てと同時につながっていることになります世界は最初から 設定された通りに動いているというカルバンのピューリタンの説。が。真実かもしれないです。母は肉体を離れてからピアニートが大好きになったらしいですし。すごい、深い、ちょっとクロ、ちょっとクロス先生になんかちょっと解説してほしいんですけど。あの。 今の話はそのあれですよね瞬間的な瞬間的な話についてのお答えですよねあの時空を使わないで時空を使わないところでもこう決定しちゃうみた,みたいなことかなと思うんですけど違ってたら教えてくださいなんですけど一方の一方の一方の方を人間が 観察した瞬間にっていうのがあのいけるっていう <coughs> いける気がする勝てるみたいな観察とかあ,のあれやろうってあれやろうかなって思っちゃったってもうそれ観察じゃないですかそうした瞬間にだからやっぱそれって努力と根性とかじゃない世界じゃないですかだから瞬間的にその一方を観察した瞬間に。 あのー、宇宙の果てと同時につながってるっていうかなんかちょっと違うかな違うかもしれないけどでもなんかがなんかがあのもう種がまかれるんんだと思うんですよちょっと違うかななんか漁師に量子場にあもうすごい強引かもだからでもなんか漁子場の話ってあの、えー、と使うっていうエミさんの動画があってそれもやっぱりその。 えーと何かをなだれ崩しにあのこう惰性で何かやっちゃうんじゃなくて漁師,場で漁師場で先に一回現実を想像してからあともう一回こ,うこの世でもう一回想像するみたいな話。 ががあった時があっったてでもそれもあの将棋のストとかも頭の中で一回全部もうできた勝ったみたいなのがあってそれは今度時空に伸ばして盤で時間経過とともにもう一回表していくあの天才とかはだから一瞬あっていうのをこう何時間みたいにするその何ていうの,あのなんだったっけあの <laughs> 設計図と 建物みたいなで、漁師ってそっちのの設計図の方ですよねそれでなんかだからまあふたとにかくそのとにかくっていうかすごい雑だけどその人間のその常識の概念が全てじゃないから多分そのこう今クロスさんが書いてくださったみたいな不思議なことってことですよね不可解なことっていうのは普通に。 そこに疑いを持ってブレーキかかけるから、思い通りのこういう重力のあるこういう世界のこういう時間かかったっていうのをこう毎日作ってるけどぴょんっていけるぴょんっていける人は奇跡を起こせる人だから病気を一瞬で治しちゃうとかも病気を一瞬で治しちゃうとかもそれですもんね。でも確かかに、なんそその、のうういう方って、あの えと末期がを直しましたみたいな,そのなんかあ,のありがとうの方とかな工藤房美さ,さんだっけとかああいう方も、えー、とストーリーとして本にしたらこう怒ってこう怒ってこう怒ってあのここでこういうふうにありがとうって言い始まってでここで何があって髪の毛がどうなって金髪の数がなんかいろんなストーリーなとこうなるけどでもなんか確かやっぱり。 その絶望の淵である瞬間にあれですよねやっぱりあの本を読んでいけるってこれ治るってあのせ全ての関係者が「もうこれは巻き金死にます」って言ってるのに一人だけ夜中に本読んで「あっ治る」ってやっぱり瞬間なんじゃないかな瞬間にその治る方にシフトし治る時空にシフトしちゃって両芝が治ったっていうかそういうことなのかなともちょっと思いましたけど。 そしてなんかあのー、そうそんな感じですねでそのクロスさんがおっしゃってたのはでも私このクロスさんのあ魂,がああ魂,があ魂があって魂があって魂があってんだろうあのクロスさんのはえっ、ー、とそのお母様との件で。 私はなんかすごい新しいなんかを開いてもらったっていうかそのやっぱりあれは本当だったのであの実体験してるからっていうのがそのその後やっぱりなん時々あの他の方でもそういうとこあったので。 やっぱりそれも知らない知らないというかこう常識だけじゃないなっていうのでそのクロスさんのお話は今書いてくださったのを知らない方にちょっと簡単に説明するとそのお母様がえとお亡くななりになった今年の夏ですよお亡くなりになった時にえと私は多分フェイスブックで見たかご報告を見たか見てなかったかちょっと。 定かじゃないんですけどでも全く無意識であのそのことはあの私の頭にはなくてそれでこの朝の瞑想をやったら、あのー、ちょっと感じたことのない清らかな清らかな,なんかなんか私はこ聖母マリアのなんか周波数知らないけどとか思うようななんか本当になんかこう。 この世じゃなないような住み切ったみたいなその結果はちょっと映像はちょっとあれですけどその私が感じたものがねそれでなん,なんだろうって思ったらなんかあのその聞いてくださってたクロスさんがお母様が亡くなった直後ででそのけその時の結局解釈は。 えと私とピアニーノは完全に道でですよでお母様がどういうわけかやっぱりその伝達通路として、えー、とやっぱりなんだろうその場で、まあ、対面してなんか息子に会いに行くっていうのもなかなか難しいのか分かんないですけどわざわざネットとか経由してピアニーノと私を通してそのスマホか何,何で聞いてるか分かんないけど画面を通して。 あの息子にメッセージっていうかなんかすごいななんかなんていうのかなっていうちょ,ちょっと大げさだけどそのでなんか多分ご本人はなんか,かん感じられたっていうかそ,のそれでその私が感じたのはもう本当になんかあの、えー、となん幸せって幸せっていうか。 あの幸せでなんか心地よくてだからなんか亡くなるっていうのはこういうことなんだろうなっていうのとまたその方が本当になんか経験なクリスチャンでいらっしゃってあの素晴らしい方だったよう後でね伺ってそれであのしかも95とか6忘れちゃったけどそ,のそういうお年まで。 あのお元気でっていう方だったっていうのもあるでしょうけどでそのそれでそのなんていうのかなんかそういうそこれからどうするか分かりませんけどなんかそういうこう私が何にも知らなくても知らないからこそかもしれないけどそういう,こう使いようみたいなので神かなんか分かんないけど。 使ってもらえるかもしれないみたいなちょっとそういうなんか可能性みたいなで四十九日の日もまただからなんかやっぱりあの多分そのクロスさんのお母様と私のなんかが相性がいいのかなと思ったんですけどあのー、うん四十九日の日にも。 知らなかったんですけどそ四十九日の日はちゃんとも残ってるけどあのー、本当ににここに光が射してたんですよあれすごいそれで光が差しててそれでやっぱりなんか、あのー、全然違う感じだったんですよねでもそのこの間他の方の、えー、とセレブ夫人のえっ、ー、といとこの方があのー お亡くなりいなったって話は伺っててでそれも全然あのもう頭になかったんですけどその四十九日四十九日っていうのがなんかすごいあ,あちらに行った方にとってはなんかなんかなんですかね私ちょっとよくわかんないんだけどそれ四十九日の日にやっぱり明らかになんか違ったんですよその感じが。 そしたらなんかセレブ夫人が勝手,勝手にっていうか勝手にじゃないあのあのすごい失礼で勝手にじゃなくてそのな私は何も言ってないのにあのメッセージをなんかすごい受け取ったみたいなあのあセレブ夫人いらっしゃったのブログに書いてくださっててで私も何かすごい感じたんですけどなんだか分からなかったんですけど。 なんか、だからこのピア,ニーノピアニーノがそういうなんかちょっとこう橋渡ししやすいやつなのかよくわかんないけどでもなんかクロスさんのお母さんだけじゃないんだなと思ったなんか不思議なね。不思議でしたね、あれもねそしてクロスさんのコメントはでも神がいて魂があって祖先の霊がいらっしゃるという大抵の人がなんとなく常識と思っている事柄がリアルな事実。 リアルな事実かもしれない気がしてきましたリアルなねでもでもなんか普通になんかだって dna の中にあのー、本当にだって繋いできてるから入ってますよねあの科学的にもだってなんか1回も途切れなかったから今生きてるわけでなんか最先端ですよね私たちねだから。 なんか普通オカルトじゃないですよね普通の話なのかもしれないしくてあとそのいろんな不思議なことも別に普通の話なんだけどその私たちが把握できてるのがものすごい小さいところでそこの中でなんとかしようとするからこうそこから漏れたやつが全部なんか。 こう不思議ななな話になっちゃうのかもしれないですよねだからやっぱりし信じ込んだからイワシの頭も何とかだけどやっぱり信じ込んじゃったもん勝ちっていうかだからやっぱりなんか全部脳でいけんのかなとかってちょっと思い思っもっ脳でいけるっていうか脳がやっぱ重要っていうかだからなんか変に。 あのわーってなんかあの大変ってなってなりがちだけどこんなにやることがみたいななってとりあえず手当たり次第とかじゃなくてやっぱりまたまた言うってやっぱり瞑想でなんかでもそのえっ、ー、となんかあこれも恵美さんかな,なんか聞いたんですけどな前科かかんかの偉いお坊さんがあの,の言葉でセリフで「あの 今日はものすごいい忙しいと思う大変だっていうあの大変だってめちゃくちゃ忙しいっていう時に「大変だから瞑想しよう」って言ってあのゆっくり瞑想をするっていう話を聞いてであ確かにと思ったんだけどそれで瞑想すると全てがクリアになってきてでいろんなことがワープワープっていうかあのこう瞬間瞬間にさばけていろんなことが多分。 それで本当にやるべきことっていうのが見えてきてだからこう脳の中でやれることはもうやっちゃうみたいなこととかにのためには思考とかがガサガサしてたらできないからやっぱり瞑想 <laughs> 瞑想やっぱりいい,いいじゃんみたいになんか返ってくるっていうね感じですけどね。 でもなんか不思議な感じですけどまあこんな話になってしまいましたっていう朝でしたねありがとうございましたっていうことですかねなんか結論出てないけどまあなん,かなんかやっぱ考えようっていうか考えようでどうにでもなると自分に言い聞かせてますっていう感じですかねなんかねなんか頑張っていきましょうみたいなところです なんかありがとうございますセレブ夫人だって奇跡を起こされてでもなんかなんかでもセレブ夫人を見てやっぱりだからそういうなんか実際にやっちゃった人がいるとそれ見ただけであのそのそいるだけでセレブ夫人のなんかもその何て言うのいるだけで得が高いといかいるだけでどれだけの,あの世界に恩恵を振りまいてるかっていうか。 あのだってなんかそれがもう普通になるわけですよその私の中でとかみんなの中であのステージ4は死ぬっていうなんかとんでもないこう強固な思い込みがもう深くインプットされてるわけですよねその今までの洗脳っていうかそれでだからみんなやっぱりやられちゃうっていうかそう思い込んでステージ4は死ぬんだって思ったところからどんだけ抗がん剤やっても。 やっぱりそこの時空にいるからそれこそあり方がすべてであの読み、ね、と全然ないけどその当たるって中心の的に当たるっていうとこに立って構えてたらもう当たるかどうか見に行かなくていいっていうかだから癌も治るかどうか見に行かなくてもいいっていうかあのっていう感じで多分。 直せちゃうんだけどでもちょっと信じられないっていう時にセレブ夫人に会うとあなんか普通だなってあの本当になんかもっとねなんかこう怖い人怖い人って言ったらあれだけどなんかこう奇跡を起こすなんかこ怖い人っていうか近寄りがたいとかあのなんか怒られそうとか、まあ、ちょっとありえないかもしれないけどなんかちょっとこう構えるとこが。 会ってお会いしたらもうちょっとあまりにもこう柔らかいこう自他の境がなくて愛の人っていうかあまりにも普通の方普通っていい意味でねあの方でびっくりしたんだけどあのでその中でやっぱりあなんか私の中でだいぶ奇跡のハードルが下がったっていうか。 そうなんかなんかわかんないけどすごい学ぶこと言葉じゃなくて一緒にいることであのセレブ夫人は特に思いました一緒にいることであの言葉じゃないことで学ぶっていうか教えるっていうか影響を受けることがもう計り知れなくあるっていう方でしたねなんかねなんですけどだからやっぱり思い込みを外していきましょうみたいな。 かん自分がやれてなくて言ってるんですけどでもね一緒になんかと思いましたありがとうございますコメントセレブ夫人がいらしてくださっていたとはという感じでしたクロスさんもありがとうございましたなんかすごい長くなっちゃって全然なんか目標達成できず30分とか思ってやり始めたんですけどねこれでもねということでしたえっ、ー、とじゃあ終わりますえー、今日は11月10日 明日11日、私1年の中で一番好きな日なんですけど、1111 11です。けど今日は10日です。え今日が素敵な一日でありますように。ありがとうございました。では、また明日の朝に失礼します。ありがとうございました。